ハロウィンの夜を一緒に楽しく過ごしてほしい悪魔の俺が君と本当にそれが願いなの契約しちゃって後悔しないあ,あ、ごめん。色い々ろい,ろいっぺんに聞いちゃって。ちょっと意外だったんだ。普段は恋の願い事とか、富や名声だとか、そういうのが多いからさ。俺は契約してもいいよ。もともとハロウィンの時期は地獄の仲間たちとこっちに遊びに来るつもりだったし。 待てよ。ということは、今回は俺もみんなを迎える側になるのか。うわ、結構責任重大かも。この先100年は語り継がれるくらいの盛大なハロウィンにしなくちゃ。俺は音や。よろしくね、ご主人様。 見て見て、ご主人様広場が埋まっちゃうくらいお菓子を用意したよこんなにいっぱいなんて思わなかったでしょう <laughs> どういたしまして。もし君が望むなら、もっともっと大きな願いだって叶えられるよだって俺、悪魔だもんどんな願いがいいかな毎日美味しいものを食べて暮らしたいそれとも、綺麗な宝石 運命の相手と巡り会いたいなんてのもいいね。あ、ちょっと反応したね。見逃さないよ。じゃあ、ハロウィンの夜が明けたら、俺が一緒に探してあげる。君のそばで付きっきりで。そうすれば、契約の間は俺は君のもの。契約が果たされたら、その後は。<laughs> これからもよろしくね。